はい、トルチャンネルです。レベル3取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。今回もですね、前回の続きで画角をちょっとね、いろいろ変えてみようということで、また新しい場所でちょっと撮ってみてるんですけど、レベル3取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。前回はね、ちょっと助手席側で撮ったんですけど、今回ちょっと運転席側で、運転者目線に近いのかなっていう感じの場所でちょっと撮ってるんですけど、お試しってことで、結構ね、スマホで撮ってるんですけど、スマホ自体がもうすごい口の近くに設置してるんで、声はね、多少前よりはよく入ってるかなと思うんですけど、どうですかね。でもね、今日土曜日なんですけど、道路工事が多いですね。もう年度末だからですかね。ちなみになんですけど、前回、画角を変えた時に使ったやつってごめんなさい、スマホ固定するやつ、スマホホルダーでしたっけ、ホルダーではないような気がするんですけど、はドンキホーテで買ったやつ使ってたんですけど、今回のやつはね、似たような形状のものが100均のセリアで売ってたんでね、それをちょっと使ってみてるんですけど、違いというか、どこが違うかというと、サンバイザーの前側から挟むか後ろ側から挟むかと、あと
ドンキホーテで買った方は微妙にアングル調節できるような作りになってるんで、それがセリアのやつはないってことですね。そんな感じで揺れどうですかね。見てる、まあチラチラ見てる限りはまあ前撮ってた時よりはマシだと思うんですけど、やっぱりダッシュボードに置いておくよりルーフに近い方が振動ってやっぱ少ないんですかね。なんかそういう風に読んだんですけど、
ということで、まあこんな感じで、はい、まあちょっと試し撮りということで、今回もちょっとアングルを変えて撮影してみました。はい、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。